ソウルパワーチルドレンをご覧の皆様、はじめまして、沢井一徳と申します、えー。今回は僕から見たソウルパワーはどんな場所かということについて話をしたいと思います。僕から見たソウルパワーっていうのは、年っさんを慕って集まってくる人たちがいい奴らばかりなんですね。極端に言うと。 それそのいい奴ら同士、みんながみんな仲良しってわけじゃないし、苦手な人もおれば嫌いな人もおる。特定の人とだけ仲良い,い人もおれば、みんなと仲良い,い人もいるんだけど、なんやかんや言ってみんな、年男さんが好きで、年男さんのところに集まって、ってライブをしてるんですよ。僕がソウルパーに出入りする理由は、その年男さんをおっしゃってきた、 県外バンドマンさんやつ地元バンドマンさんがいい人たちが多いのでその人たちが好きだから僕はソウルパワーに入り浸っています最近では他の界隈のライブハウスも行ったり顔を出したりしてるんですがそこでもまた別々のその人たちの文化があってみんな仲間意識とかもあったりして あーどこも同じなんだなそういうところ変わらないんだなって思ってますソウルパワーの歴史で言うとえー、っとめんどくさいことになるので僕の過去話はしませんえー、っと魚せる範囲で言うと僕が初めてライブをやったのはアワヒメ・ケラーズってバンドと一緒に忘年会ライブに出てステージに立ったのが始まりです その後で「爆乳モマセロを」を、えー、ダイナマイトソウルシステムの内山さんとアーフィミー・キャラズのベースだった鎌下君とダイナマイトメガネのメガネに取ってもらいましたちなみに「爆乳モマセロ」の CD に入ってる3曲歌メロはできてたけどコードはで全然できてなかったんでそのコードはメガネに拾ってもらって作って ってもらいました実質メガネが作曲です。ありがとうございます。で、その後、えー、今はもやもや大学で活動しているもやしさんたちと一緒にバンドをやっとったんですけど、途中で僕がバンドやりたくなくて、バンドやめた後でもやもや大学ができました。はい。えー、っと、そう、僕の過去話はそれぐらいにしておいて、えー、っと、 ソウルパワーに出入りする人たち。昔は、ウォーズ時代から、な、えー、年尾さんをっとった人、関わりのあった、キックレスト、アキックフリップレスト、アートワークセブンティーナイン、セブンツ・ダッフィーもそうなのかそういった方たちや、あと、 そうだね、当時はレゾナンスだあのキャプタル H だアワーグラスおったりもしたなリベラル・ファミリアとかもあったりもしたねいろんなバンドマンが結局出入りするんですけどやっぱり途中でいなくなってしまったりバンドを辞めてしまったりそれでもお客さんとしてずっと来る人もおればずっとバンドを長く続けてる人たちもおって もうほんと人生いろいろ本当人生みたいな場所ですいなくなる人い続ける人たまに遊びに来る人いろんな人たちが僕はたくさんソウルパワーで見てきましたでもそこの基本の核になってるのはやっぱりマガラトシオというあトシさんという男なんですよねうん,うん何が話せばいいのかな あとは、そうだなぁ。うん。もうこんぐらいでいいやろ。僕の真面目な話、これぐらいで終わります。えー、そう、ご視聴、話を聞いてくださって、ありがとうございました。